無機質な空の色、視界に広がる未来都市、のんきなクワガタは肩を這う、ここはどこだろう。ペットのクワガタとじゃれていただけなのに、何が起きたの？パニックを起こした私は何度もクワガタにチョップし続けた。戻れ戻れと叫びながら路上で昆虫を襲う私に、私の話を信じた彼によると、ここは50年後の世界、この時代の君に会えたら多分帰る方法がわかるだろう。彼は粘着質に私の家を調べ出し、尋ねるとそこには私の孫が住んでいた。老人の顔はそれでも自分だと分かって、未来の自分はこの時を待っていたかのように喋り出す。何も言わなくていい、言いたいことは分かってる、今すべて教えれば聞いてる。